友人からいただいた出刃包丁です。先が欠けてます。刃も若干波打ってます。これでコンクリートで先掛けを直します。多分このコンクリートブロックは普通のコンクリートに比べて柔らかいと思いますんで、ちょっと傷だらけになるかもしれません。アスファルトの方が硬いかもしれないですけど、私有地にアスファルトがないんで、外も雪ですし、コンクリートブロックで直します。次は刃の方を平らにします。コンクリは少し悲惨な形になりましたけど、どのみち外に投げられたものですので。先は直りました。刃もまっすぐになりましたので、あとは研ぐだけです。アラトは以前買った100均のものです。表はある程度研げたので、次は裏を研いで様子を見ます。少し錆を落とします。上から見て白い線がなくなったら、次は中砥で仕上げます。刃先をコンクリートで研ぎましたけど、今まで刃こぼれさせたことはないんですけど、もしかしたら刃こぼれの危険があるかもしれません。刃がついたのを見るには、光に刃を当て片目を閉じてみると、刃のついたところは黒い線で見え、刃がついてないところは白い線で見えます。今日は黒さんも布団の中です。もちろん白はいた。